はい、皆さんこんばんは、早稲田メンタルクリニックの院長の増田祐介です、メンタルクリニック TV へようこそ。はい、ですね、今日は1月11日の、夜の10時ですね、10時6分でございます。立て続けに録画をしておりますけれども、なんだろうね、まあ、今週、年、冬休み明けに1週間外来始まってですね、さすがに疲れましたね。で、昨日は YouTube 撮影などもしておりまして、疲れました。はい。なので、軽くやってきます。はい。ででんと、防衛医大の A 内では、台風、まあ、イベントは発生しましたかという質問をいただきました。これ、イベントって言ったりするんですかね。台風って言ったりするんですけど。まあ、こういう質問が来たので、お答えしますが。ででんと質問。もう僕がやってたの10年以上前ですからね。でも学生やってたのは。防衛大、僕の頃はありましたと、どうしてそんなことが起きるのか、許されるのか、どうして、戸惑いありました。まあ今考えてみると何だったのかなと思いますということを答えてます。台風って何かっていうとですね、なんかその、なんだろうね、その家業行ってたりとかなんかしてる間に、その毛布の畳み方が汚かったりすると、その上級生がですね、部屋を荒らすっていうことなんですね。部屋を荒らすって言っていいのかな。まあ、指導があるってことなんですよね。だから、ベッドがぐちゃぐちゃになったりとかします。で、漫画とかでも出てきますよ。青桜とかですね。なんだっけ、賢者の学び者かな。漫画。ありますけれど、そういうのも出てきたりしますし、防大生とかも、経験あると思います。自衛官だと皆さん経験あると思いますけど、ありますね。ありましたね。なんだったのかなとか思いますけど、今もやってるのかな？それはちょっとよくわからないですけどね。はい、ありましたよ。で、下級生の時にはなんかすごく、まあ腹が立つっていうか、なんかその時もう忙しすぎてですね、なんかもう思考が麻痺してたんですよ。もう止まってて、なんかもう淡々とやるしかないなと思ってやってて、なんかその教育機関とかでやってたんですけど、まあいいのかなこれ言って。まあいいでしょう。漫画にもなってるからね、もう。オープンになってるんであれですけど、当時はその漫画とかインターネットとかないわけで、何なんだと思ったりはして、で、同級生からですね、まあ、あれ何なのかって、で、一人とかは聞いてたりする人がいてですね、いや、こういうことらしいよとか言ってました。ありましたね。で、自分が上級生になったらそういうことしたかっていうと、まあ別に僕はそういう担当でもなかったんでやらなかったし、あんまり興味がなかった、あ、興味がないって言っちゃった。あんまり、あれだったので、僕はちょっと距離を取ってたというところはありますね。なんとなくそこにこう、お祭りのようなところに僕は入っていけないところが実はあって、意外となんか冷めちゃってるんですよね。だからまあ、そんな感じでしたね。もちろんなんか、その当時はその当時なりになんかいろいろ思ってたと思いますけど、まあ、今はそんな感じですね。そう。だから、多くの患者さんはですね、組織に属している人なんですけれど、僕はもう組織に今属してなくて、個人でやってるので、まあ、ちょっとだけですね、変わったですね、おじさんというかですね、よ捨て人というか、なんかそういう側面があるんじゃないのかなと思ってですね。まあそういう人と喋るのも、まあ月に一度ですね、クリニックに行ってそういう人と喋るっていうのも、気分転換というかですね、学びの場になるからいいんじゃないかなと思っていますね、患者さんにとっては。で、僕もこういう経験していますし、してるんですけど、まあ嫌なもんですよね。はい、という感じですかね。いろいろあると思いますが。ただまあ、僕、防衛大も好きですし、自衛隊も好きですし、いつかね、また、何かね、戻りたいって気持ちもあるんですけど、やっぱり組織がね、向いてないんですよね。本当に。なんかね、向いてないところにね、いてもね、そう、相手も嫌がるしね、ちょっと寂しいんですよね、その自衛隊のことを考えるとですね。寂しいんです。なんか片思いみたいなところがあります。はい。はい。以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれたら、高評価のボタン、およびグッドボタン、高評価ボタン、およびチャンネル登録をお願いします。はい。ではまた。